ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、突然だがシーラカンスって知っているか？シーラカンス？確か何億年も姿形を変えていない魚よね。そうだぜ。他にもシーラカンスについて知っていることはあるか？ないわ。正直、シーラカンスにあまり興味がないからね。そうなんだな。だけど、シーラカンスは知れば知るほど不思議な魚なんだぜ。きっと霊夢もシーラカンスについて少し勉強すれば、興味が湧いてくると思うぜ。そうなのね。それじゃあ、シーラカンスについていろいろと教えてもらえるかしら？わかったぜ。今日はシーラカンスの謎について解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずシーラカンスの発見物語から紹介するぜ。1938年12月22日、博物館の学芸員のマージョリー・アイリーン・ドリスコート・ニーラティマー氏の元に一本の連絡があった。その連絡は地元の漁師からで。カルムナ川の河口付近で奇妙な魚が網にかかったという連絡だったらしい。ラティマ氏は急いで連絡があった漁師の元に向かった。ちょっと待って。地元の漁師は、ただの博物館の学芸員であるラティマ氏にどうして連絡したのかしら？ラティマ氏は博物館内で魚類の標本コレクションをしていたそうだ。それに普段から地元の漁師たちと交流があり、珍しい魚を見つけたら連絡するようにと漁師たちに言っていたらしいぞ。そうなのね。そういうことならラティマ氏に連絡しても変じゃないわね。続きをどうぞ。そこでラティマ氏が見た魚は、全身は硬い鱗で覆われ、4本の足のようなヒレが特徴的な奇妙な姿形をしていたらしい。ラティマ氏は急いで奇妙な魚を持ち帰り、文献で調べたが同じ魚は見当たらなかった。詳しい分析が必要だと判断したラティマ氏は冷凍保存する手段を思いつくが、博物館内には冷凍保存する設備がないため死体は剥製にし、ラティマ氏は魚のスケッチを知り合いの生物学教授である J.L.B. スミス博士に送ったそうだ。文献にも記録がない魚だったのね。それにしても冷凍保存する設備がないなんて気の毒ね。そのスケッチを確認したスミス博士はすぐに調べ、ラティマ氏のところにある剥製を確認。すると、この奇妙な魚が白亜紀末に絶滅していたシーラカンスと判明したそうだ。スミス博士は発見したラティマ氏と、発見場所にちなんでラティメリア・カルムナエと名付け、科学雑誌に発表したそうだ。絶滅していたと考えられていたのに、発見されるなんて驚きよね。これは結構なニュースになったのかしら？結構話題になったらしいぞ。この発見によりシーラカンスに関する研究や調査が積極的に行われるようになったからな。そして、この話には続きがあるんだが聞きたいか？聞きたいわ。スミス博士は歴史的発見に喜び、2体目のシーラカンスを見つけようとしたが、なかなか見つけることができなかったらしい。そこでスミス博士はシーラカンス200ポンドの懸賞金をかけて本気で探したそうだぞ。懸賞金をかけたから見つかるのは早かったわよね。残念ながらシーラカンスは全く見つかることはなかったらしいぞ。しかし、ここで諦めないのがスミス博士で、探す場所を変更したそうだ。どうして探す場所を変更したのかしら？今までは最初に発見された付近を重点的に探していたそうだが、偶然シーラカンスがたどり着いた場所なだけで生息域は他にあると推測。海流や水深など様々なことを考慮した結果、最初に発見した場所から約 3000km 離れたコモール諸島付近にいると確信したみたいだ。闇雲に探すよりも、論理的に考えた方が発見できる可能性は高いわよね。そして、スミス博士はコモール諸島で貿易商をしている知人などに、懸賞金付きのパンフレットを配って待つことにしたそうだ。結果、スミス博士の推測は当たり、2体目のシーラカンスを捕獲することに成功したようだぜ。これは1938年に初めてシーラカンスが発見されてから14年後の1952年、クリスマスイブだったようだ。14年も探し続けるなんてすごいわね。でもスミス博士にとって本当に価値のあるクリスマスプレゼントになってよかったわ。だけど発見された経緯はわかったけど、シーラカンスについては私はあまり知らないわ。シーラカンスについて教えてもらえるかしら？シーラカンスはシーラカンス目に属する魚類で、体長は180から200センチ、体重は90から 100kg くらいまで成長するとされている。8つのヒレを持っており、そのうち6枚は鱗で覆われた筋肉質の絵を持っている。また、立派な胸びれと腹びれに関しては、他の魚にはない大きな骨と関節があるのが特徴で、魚類から両生類への進化の過程を知る手がかりとして研究対象になっているらしいぞ。研究対象にもなっているなんてすごいわね。他にはどんな特徴があるのかしら？他の特徴としては、背骨の代わりに脊柱と呼ばれるホース状の管が頭から尾ひれまで繋がっており、
肋骨はないが鱗が体内を保護しているため必要ないらしい。浮き袋に関しては、水圧に耐えられるように空気ではなく脂肪が入っているみたいだぞ。結構普通の魚とは違う体をしているのね。生息地なんかも一般的な魚とは少し違うのかしら？古代は世界中の淡水域や、川などに生息していたと考えられている。現代では南アフリカのコロモ諸島、タンザニア沖、インドネシアのスラウェシ島周辺で確認されており、水深200メートルから700メートルの深海に生息しているみたいだ。深海でどんなものを食べているのか気になるわ。食べ物は主に深海にいるイカや魚を食べているとされている。漂いながら食べるスタイルで、獲物が近づけば大きな口を開けて丸飲みするらしいぞ。丸飲みスタイルなのね。しっかり噛んで食べるイメージがあったから意外だわ。研究者が解剖したところ、ある個体からは50センチ程度のアナゴやサメが丸ごと3匹入っていたそうだぜ。このことからも、丸飲みする食事スタイルは正しいと言えるだろう。ちなみに、逆立ちをして海底にうごめいている動物も食べているみたいだ。逆立ちで獲物を見つけて食べるなんて本当に不思議な魚ね。ところでシーラカンスを表す言葉ってあったよね。何々の化石みたいな言葉だったと思うけど、マリサは知っているかしら？生きている化石だろ？そうそう生きている化石よ。どうして生きている化石って呼ばれているのかしら？シーラカンスは白亜紀以降の地層から化石が全く見つかっていないため、4億年前に出現して6500万年前には恐竜と一緒のタイミングで絶滅したと長らく思われていた。しかし、最初に紹介したように1938年に発見されてから大きな話題になり、化石と発見されたシーラカンスの姿形が一緒だったことから、生きている化石と言われるようになったらしいぞ。数億年前から姿形が一緒なんてすごいわ。生きている化石と呼ばれるだけのことはあるわね。しかし、鱗は退化していると見られ、コズミン鱗の降臨が確認できる。また、退化した肺があることが確認され、シーラカンスの祖先は肺呼吸をしていた可能性があるらしいぞ。やっぱり何億年前と全て同じじゃないのね。使わない器官は退化したりなど、現在の地球の環境に合わせているのね。でもなぜ生き残ることができたのかしら？それは深海の環境が数億年前とあまり変わっていないかららしいぞ。そのため、シーラカンスの仲間は26種類程度いたとされているが、生き残っているシーラカンスは現在確認されている深海で生活を送っていた種のみだそうだ。また、シーラカンスを襲う敵などは少なく、進化の必要がなかったことも挙げられているそうだぜ。比較的安定した環境下で暮らしていたから、絶滅しなかったのね。そう考えてみると、生きている化石と呼ばれている生物が深海には多いわよね。そうなんだぜ。絶滅しないためには、やっぱり環境と敵がいないことが大切ということだな。そうなのね。絶滅せずに生き残ったことは素晴らしいことだけど、現代では絶滅危惧種として扱われているのかしら？なんとなくシーラカンスって絶滅危惧種っていうイメージがあるわ。そうなんだぜ。実際にシーラカンスはワシントン条約の附属書域として指定されているんだぜ。そのため、シーラカンスは原則、商用用としての展示は禁じられている。他にも IUCN のレッドリストにおいて深刻な危機としても分類されている。ワシントン条約？ IUCN のレッドリスト？詳しく教えてもらえるかしら？霊夢知らないのか？じゃあ、まずワシントン条約について簡単にわかりやすく説明するぞ。よろしく頼むわ。ワシントン条約の正式名称は、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引における条約で、アメリカのワシントンにて1973年に採択、1975年に発効したんだ。この条約ができた背景には過剰な密漁や乱獲があり、現在では180カ国以上の国が加盟しているそうだ。基本的に過剰な密漁を禁止する条約と認識していいだろう。そうなのね。その中でもシーラカンスは附属書域と指定されているわよね。これってどういう意味かしら？附属書域とは、すでに絶滅の危険性があり、一番厳しい規制の対象生物ということらしい。また、これはワシントン条約の全掲載種の 3% に当たるらしいぞ。一番絶滅の危険性があるランクにシーラカンスがいるのね。次は IUCN のレッドリストについて簡潔に説明するぞ。お願いします。これは国際自然保護連合が1964年に創設したもので、絶滅の危険性のある動植物の中から、自然保護の優先順位を決めているリストだそうだ。シーラカンスが分類されている深刻な危機ってどれぐらいなのかしら？これは野生にて絶滅の可能性が極めて高いという意味らしいぞ。ちなみに、深刻な危機の先が野生絶滅で、その先が最終の絶滅だ。このことからシーラカンスは非常に絶滅の危険性があることが理解できるだろう。
一番やばい絶滅の2個前なのね。それって結構絶滅の危険性があるってことよね。そうなんだぜ。これからしっかりシーラカンスを保護しないと、絶滅する危険性があるからな。そうよね。人間がしっかり保護しないとね。だがシーラカンスは絶滅寸前の魚にもかかわらず、よく捕獲されるみたいなんだ。これは近年サメのヒレや油の需要が高くなっており、漁師が以前よりも深い場所に罠を仕掛け、より多くのサメを取ろうとしているからだそうだ。当然、深い場所に生息しているシーラカンスが罠にかかる確率も高くなってくる。もともとの個体が少ないシーラカンスだが、このままでは人間のエゴによって一層絶滅に近づくかもしれない。人間の環境破壊も見直さないと、シーラカンスがこの世からいなくなるかもしれないわね。そうかもしれないが、シーラカンスの寿命は何年か知っているか？なんとなく長そうだけど、正確にどれくらいかはわからないわ。今までシーラカンスの寿命は約20年程度と推測されていた。しかし、最近の研究によってシーラカンスの寿命は100年程度という結果が導き出されたようだぜ。100年。魚にしてはめちゃくちゃ長生きよね。でもどうやってシーラカンスの寿命を推測したのかしら？少し気になるわね。シーラカンスの鱗に注目して寿命を推測したようだぜ。シーラカンスの鱗は年数を重ねるごとに変化するようで、そこから寿命を割り出したみたいだぞ。ちなみに、シーラカンスは50歳で成魚となるらしいぞ。50歳で成魚とは驚きね。成魚の基準ってあるのかしら？動物の成熟期は基本的に、平均的な体長に到達したかどうかや生殖が可能であるかが基準みたいで、シーラカンスは平均的に50歳程度でそれぞれの条件を満たすそうだぜ。そうなのね。ということは50歳ぐらいで繁殖が可能となるのね。そうだぜ。そういえばシーラカンスの繁殖も非常に興味深いらしいぞ。繁殖方法も変わっているの？今まで繁殖形態は推測でしかなかったが、最近の研究によってシーラカンスは卵胎生と呼ばれる繁殖形態みたいだぜ。卵胎生って何かしら？メス親が、卵を体内で孵化させて子を産むのが卵胎生だぜ。ちなみに卵胎生は卵生と胎生の中間であり、進化上の過程の段階と考える研究者も存在するようだ。そうなのね。初めて聞いた言葉だったから驚いたけど、世の中にはいろいろな繁殖形態の生物が存在するのね。ところで霊夢よ、シーラカンスは子宮内でどれぐらい過ごすかわかるか？人間の胎児と同じぐらいの10ヶ月程度じゃないのかしら？残念ながら不正解だぜ。正解は5年程度母親の子宮内で過ごすらしいぞ。今まではインドゾウの22ヶ月が最長だったが、この記録を大幅に塗り替えてしまったんだぜ。5年。母親は大変ね。しかも魚だから一度に1匹とかじゃないでしょ？シーラカンスの母親は、4センチ程度の卵を約30個程度子宮内に入れており、体内で孵化後も30から40センチに育てて産むらしいぞ。これは母親は大変ね。人間の母親も大変だが、シーラカンスの母親はそれ以上に大変かもしれないな。あと気になったんだけど、交尾は確認されているのかしら？卵胎生って普通にオスとメスが交尾するのよね？ああ、そうなんだが、交尾の確認はまだされていないらしい。また、ある研究によるとオスの外生期は未だに見つかっていないぞ。それじゃあ、どうやって交尾しているのか現在もはっきりしていないのかしら？そうなるな。今後の研究次第で交尾が確認されるかもしれないな。シーラカンスって実は2種類いるって知ってたか？ 2 種類いるなんて知らなかったわ。1つ目のシーラカンスは、冒頭で話した1938年に南アフリカにて発見されたラテメリアカルムナエだ。アフリカ大陸のインド洋側に広く生息しており、一般的にはアフリカシーラカンスと呼ばれている。これは最初に紹介されたから知っているわ。発見者の名前が付けられたシーラカンスよね。そして、二つ目は1997年9月18日にインドネシアで発見されたシーラカンスだ。発見者は生物学者のエルドマン博士で、博士は当時新婚旅行中だったそうだぜ。新婚旅行中に偶然見つけるなんてすごいわね。でもインドネシアのどこでエルドマン博士はシーラカンスを見つけたの？インドネシアの魚市場で売られているのを確認したらしいぞ。現地では海の魚と呼ばれていたらしいが、エルドマン博士が確認したところ、外見的な特徴からシーラカンスと特定した。しかし、購入はせずに写真を撮っただけらしいぞ。新婚旅行中に魚は購入できないわよね。当時は今と違って宅配サービスとかはないっぽいしね。だが1998年現地の漁師などに聞き取り調査を行った結果、インドネシア近海でシーラカンスが捕獲された。DNA 検査の結果、アフリカで発見されたシーラカンスとは別の種であることが判明されて、
ラティメリアメナドエンシスという学名が付けられた。この種のシーラカンスは一般的にインドネシアシーラカンスと呼ばれているらしいぞ。この2種類の特徴は何かしら？アフリカシーラカンスの色は濃紺で、インドネシアシーラカンスの色は茶褐色という特徴がある。また、共通点として深海に生息していることが挙げられてるぞ。やっぱり環境の変化が少ない深海に生息していたから今まで生き延びてこれたのね。それにしてもマリサのこれまでの説明を聞いていると、本当にシーラカンスって神秘的で不思議な生物だと思うわ。そうだな。神秘的で謎が多く、人間の進化と何かと関係している生物だからな。そうなの？どういうところが人間の進化と関係しているのかしら？一番外見的にわかりやすいのが、シーラカンスのヒレだ。途中まで腕が伸びて、その途中からヒレに変化しているような形をしているのが特徴的だぜ。そして、シーラカンスは退化した肺が存在しているんだ。霊夢、これらを聞いてピンとこないか？もしかして、シーラカンスって昔陸上で生活していたのかしら？50点だな。昔シーラカンスが陸上で生活していたかは不明だが、シーラカンスは水中に住む魚と、陸上に住む脊椎動物の間に位置していると考えられている。現代の考えでは脊椎動物は、すべて水中の魚から進化してきたと考えられているらしく、シーラカンスの進化を紐解けば、人間の進化の過程が判明するとも考えられている。ってことは魚類から両生類に進化する過程の生物であり、他の魚類と比べると人間に近い生物ってことよね。シーラカンスと人間にそんな関係があったなんて驚きだわ。びっくりしただろ、霊夢。本当に驚いたわ。それとマリサ、もっとびっくりすること聞いていいかしら？なんだ？シーラカンスって食べることができるのかしら？絶滅危惧種だけど、世界中に一人や二人ぐらい食べた人ぐらいいるんじゃないのかしら？ワシントン条約があるため、基本的にシーラカンスは食べることはできない。しかし、シーラカンスが学術的に貴重とされる前までは普通に食べることができたらしいぞ。どんな味だったのかしら？結論から言うと非常にまずいそうだぜ。味が淡白で魚としての旨味が全くなく、筋が多くてゴワゴワして歯ブラシを食べているみたいだそうだ。それにシーラカンスの肉はワックスが含まれているみたいで、大量に食べると下痢を起こしそうだぜ。さらに、シーラカンスを解剖すると大量の寄生虫がいることも判明しているため、食べるのは避けた方が良さそうだぞ。シーラカンスは食べる魚ではなさそうね。もし食べたら肛門からシーラカンスの油が漏出するかもしれないわ。シーラカンスは有名人も食べたという記録が残っている。それはドラゴンボールなどで世界的に知られている漫画家の鳥山明氏だ。彼は週刊少年ジャンプ1983年32号の企画でシーラカンスを食べたらしい。感想としてはカニの肉をさらに薄味にしたような味である。とコメントしているみたいだぞ。鳥山明氏も食べてまずいと感じたのね。どうやら本当にシーラカンスは食べてはいけない魚っぽいわね。かつてコロモ諸島の人々はシーラカンスを食べていたとされているが、彼らはシーラカンスのことをゴンベッサと言ってたそうだ。ゴンベッサとは食べてはいけない魚という意味らしいぞ。でもまずい魚でよかったかもしれないわね。もし美味しい魚だったら、すでに絶滅していたかもしれないわ。確かにそうだな。これまでのマリサの説明を聞いてシーラカンスに興味が湧いてきたわ。生きているシーラカンスが見れる場所ってあるのかしら？残念ながら生きた状態で展示されている施設は現在ないそうだ。だが、静岡県の沼津港深海水族館が世界で唯一シーラカンスの冷凍標本を展示しているそうで、生きたシーラカンスの原色を保っているみたいだぞ。沼津港深海水族館では冷凍標本が2体、剥製が3体と警護隊のシーラカンスが展示されており、シーラカンスの標本を見たい人にはおすすめの水族館だぜ。生きたシーラカンスを見れないのは残念だけど、世界で唯一冷凍標本が見れる施設が日本にあるなんて驚きだわ。いつか会えた日に行って、冷凍標本されたシーラカンスを見てみたいものだわ。以上でシーラカンスの謎についての解説は終了だぜ。霊夢、どうだった？シーラカンスの生態とか興味深かったし、最後まで楽しく聞くことができたわ。そうだな。未だに解明されていない部分があるから、今後の研究によって判明する事実があると思うと楽しみだな。そうね。それに一度冷凍標本されているシーラカンスを見てみたいと思っているわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。コメントも待ってるわ。ご視聴ありがとうございました。